こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、FX にトライするときにどうしてもね、面白くない、挫折してしまう、やる気がない、こんな方にちょっとメッセージを送りたいんですけども、学校に行ってた頃の勉強ってどうだったですかね？楽しかったですかね？宿題出されてワクワクしながら取り組んでいましたかね？夏休みがもうすぐ始まりますけども、夏休みの宿題って最初にやっちゃう方なのか、それとも後の方でね、夏休みが終わりかけた時に慌てて埋めるようにしてやっていったのか、どうでしょうかね。本来宿題や勉強ってのはある目的のために手段としてやるものなんですよ。例えば学校の勉強だったら、進学していい高校に入ったり、いい大学に入ったり、ひいてはその成績を収めることによっていい就職先、稼ぎやすいような会社に入ってね、で高い収入を得るため、あとは副産物として勉強の習慣がつくと、会社に入っても組織の中に入ってもどうやったら自分は他の人を出し抜けるだろうかっていう風なね、そういったロジックが働くんですよね。だから人が勉強してない時に勉強したりとか、他の人がなかなかね身につけられないことを自分なりの勉強方法でいち早く身につけて有利なところに立とうかなっていう、そんな作用があると思うんですよ。その中でね、なかなか勉強自体が楽しいよっていうことはなかなか感じれなかったと思うんですけども、ただね、一つ大学に合格しようかなと思ったら、その大学の攻略方法としての勉強っていうのはなかなか面白かったんじゃないかなと思うんですよ。試験に対する傾向と対策をまず調べて、何をやるべきなのか、何をやったら損なのかってことをより分けて、より最短距離で最大の効果が得れる、そんな勉強法とかね、確実に出てくる英単語とか、必ず毎年出てくるような公式とかを覚えていったと思うんですよ。で、たまにしか出てこないような過去問とかね、めったに出ないだろうっていう問題は随分後回しにして、ぶっちゃけそれはできなくてもいいやっていう風にして、まあ何かしらのね、目標に向かって勉強されたと思うんですよ。まあ意味もなくね、宿題されたことで何も面白くないですから、やっぱりこれは何かの役に立つんだろうなとか、どっちに向かうんだろうなってことが分かった方がいいと思うんですよ。さあ、その中でね、 FX なんですけども、なんで FX に対するモチベーションが湧かないかっていうと、欲望がいまいち明確になってないからじゃないかなと思うんですよ。と同時に金額ですよね。 FX をやって儲けたいって言っても10億とか50億儲けたいわけではないと思うんですよ。短い人生で10億円とか50億円 FX 儲けようと思うと、それなりのスキルが必要になってきます。高いスキルです。でも月収にプラス5000円とか1万する程度でしたら、そこまでたくさんトレードしなくても、ぶっちゃけ月に1回とか2回のトレードでそのくらいいくと思うんですよ。その代わり5000円や1万円のプラスに達したら、あとは FX をやらないっていう精神力も必要になってきますけどね。そんな感じで、まあ資金とスキルと頻度、この3つをここに考えた時に、どのぐらい稼ぎたいのかなによってこの3つっていうのは変わってくるんですよね。まあそういうふうにすると、いきなり10万20万50万っていうのはそれなりに大変なんでね、まずは小さい金額の目標から設定してクリアしていくようにすればどうかなと思います。今日お話しするのはね、2つですね。1つは月の設定目標金額をすごく簡単にしていくこと。それこそね、1ヶ月で1000円稼ぐっていうところから始めてみるとかでもいいと思うんですよ。で、1000円をバカにして1000円が稼げない人に1万円は稼げませんからね。そんな風にしてみたらどうかなと思います。毎月とりあえずいくらを目標にして FX を学んでいくんですかってことですよね。やっぱりこの時点で明確にこれは答えられないと、なかなかFX の勉強に身が入んないんじゃないかなと思います。で、FX のね、あともう一つのモチベーションを落とさないための方法は、今度はね、毎月毎月のことではなくて、まあ近い将来、もしくは中期的な将来で自分の達成したいことです。まあ例えばね、家を買いたい、家の頭金にしたいとかね、借金が500万あるからそれを半分だけ減らしたいとかね、全部でもいいんですけども、とりあえず半分減らしたいみたいな目標を3年後に立てるとか、そんな感じです。
いかがですかね、明確になってますかね。やっぱりね、 FX っていうのは、ね、手段なんですよ。 FX のスキルを身につけて何をやりたいんですかっていうふうな何をがなければ、意味もない宿題を出された時のように苦痛なんですよ。ただ埋めるように課題をやるようになります。これ義務じゃないですからね。言ってみれば自分の目標を手に掴むための階段を登ってるとこなんですよ。階段を登って2階に行くと素晴らしい景色が控えてる。もしくは2階には夕食の用意ができてる。お腹はペコペコ。だから2階に登りやすいんですよ。でも2階には食事があるかどうかわからない。素晴らしい景色が待ってるかどうかわからない。階段の長さもどのぐらいなのか、5段なのか10段なのか3000段なのかわからない中で登れって言われても、これはなかなかね、やる気になれないというか苦痛ですよね。だからどのぐらいのことをしたらどこまで行けるのかっていうこととか、それからどのあたりまでね行こうとしてるのかってことを考えて、それに応じた時間配分とか資金配分をしていくっていうふうな考え方が必要になってきます。 FX ではまず基礎的な知識が必要です。もちろん投資の用語とか FX の知識がなければ何もすることはできませんから、知識の幅を広げていきましょう。これは単なる暗記ですね。で、2つ目はその覚えた知識を使って実際にトレーニングをしていくことです。どんな時にはどうなるってことをね、やっぱこう頭だけではなくて今度は体を使って覚えていくことです。例えて言えば、バッティングの方法をいくらね本で学んでもビデオで学んでも、実際に飛んでくる球、人間が投げる球を振ってみる、バットを振ってみることによって感覚をつかんでいくっていうのがトレーニングです。知識があってそれを使ってみること、この2つを繰り返す。そうするとスキルが高まっていきます。技術が身につきます。そして3つ目に大事なことは精神力なんですよ、ね、どこに向かっていくのか、どんな苦痛が待ち受けているのか、どんな喜びがあるのか、そしてどんなストレスに対して自分は立ち向かっていかなくてはならないのかっていうような精神力を鍛えることによって、折れにくい心とか飽きやすい心とかモチベーションが湧かない、そんな状態を突破していかないといけないんですよね。その時に欲望とか物欲が明確になってると、これは超えられるんですよ、ね、なんか欲しいもののためにっていうことで考えにくかったら、これをやらないと自分の大切な家族がもしかしたらもう生きられなくなるかもしれないとかね、そういうふうに考えたらどうですかね。自分の身内が不治の病にかかり、どうしても手術費用が1000万いる。その1000万を稼ぐのは FX しかありませんよ。そして期限は再来月の末ですってことになったら、やっぱりね、やると思うんですよ。そして、そういう絶対にやらなければならないっていうふうな設定をしたときに、FX が手段として手に取るように技術が身についていくってことになります。やっぱりね、もうこんな年かっていうふうにどっかで認めてないところがあるんですよね。まだなんとかなるだろうとかね、人生は80年100年続くんだと思うでしょ。そうじゃない。今ね、50代の方でも60代の方でも、もう今年を逃したらもう何もチャンスがないんじゃないかなと。急速に記憶力が衰えていて、急速に今の欲望は冷めていくんじゃないかなっていうふうに思った時に、もう今しかないなと、やるなら今しかないなと。きっと今しかないと思えてなかったから今日この現実を受け入れなくちゃいけなくなっているという、まあ、そんなことなんじゃないかなというふうに考えていくこともあると思うんですよ、まあ、とにかくね、この精神力との戦いっていうのが最も困難です。これに比べたら覚えるだけでいいもの、練習して身につければいい技術、こんなのはとっても簡単です。最も困難なのは自分の精神力を自分自身がどのように手なずけていくかってことなんですよね。これはビジネスでもそうですし、恋愛でもそうですし、人生そのものでもそうなんですよ。人間は感情の生き物です。感情を排除して生きればもうそれは人間ではないですね。だから大いに感情論で生きていただいて、この感情をコントロールされるために頭を使っていかないといけないかなというところですね。今日はだから FX ね、なんで続かないんだろうってことを真剣に考えてもらいたくてこの動画を作っていましたけども、皆さんのお考えはいかがだったですかね。私は明確に欲望がありますんで、その欲望を叶え続けるためにもこの FX の歩みを止めることはありません。今まで6年間欲望のためにやってきました。そしてその一つが FX オリガルヒといってね、 FX で最強のコミュニティ、ひいては投資で一緒に助け合いながら
一歩一歩進んでいけるような、そんなね日本最強最大のコミュニティがなんとかできないかなと思っているところなんですよ。このオリガルヒっていうプロジェクトは私が50代のうちに完成させようと思いますが、もしかしたら達成しないかもしれません。だから達成しないかもしれないっていう、そんな恐怖がある限り私はやり続けますね。戦い続けようかと思います。確実に手に入ると思ったらそこに油断が生じますから、ね、だから求めたものが手に入らないかもしれないと、この程度ではダメかもしれない、もっとやんなくちゃいけないかもしれないっていうふうに、ある意味ね自分を追い込んでいくところも持っていこうかと思います。はい、じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。